こんにちは。アマゾンスサポーター、堀秀夫ですえ。今日は、カタログが複数あったとき、どちらのカタログに出品するのか、まあそれについてです。商品探しててね、まあ衛星コードだと1個しか出てこないんだけど、商品名で、えー、検索したらね、えー、別なカタログ出てきたとか、いうことがたびたびあります。で、まあついね、えー、高い方に載せたくなってしまうんですけど、基本的にランキングがいい、 ランキングのいいね、カタログの方に出品してください。例えばこれ、1952位となってますけど、もう一個のね、カタログが、例えば8000位とかなってた場合には、1952位の方に出品すると。で、大抵売れれば売れるほど価格ってこなれてくるってか落ちてきますんで、ランキング悪い方が価格がまあ高いという場合が多いです。でも、ランキング低い方が売れるけど、高い方は売れないと。 いうのがね、えー、よくあることなんで、まあ、基本的にカタログの、えー、複数ある、えー、商品については、ランキングのいいカタログに出すというのをね、えー、基本にしてください。まあ、こういう場合はどうなんだろうというようなね、えー、別なあの事例というか、えー、迷った時にはまたご相談いただければと思います。まあ、何しろ、検索結果とかね、えー、その他もろもろ、まあ、ランキング上位の方のカタログが、まあ、優先して出てくる形になってますしね、 まあ大抵の人はまあスマホで買うんで1個しか出てこないんで上位しか出てこないと。まあ、仮にパソコンで何個も出てくる姿で見てもね、わざわざ別カタログの高い方を買おうという人はめったにいないんで、まあ、売れる確率はランキング上位のカタログに出した方が売れるということが言えますんでね、えー、迷った時、迷った時というか複装のカタログがあった時にはランキングのいいカタログの方に出品してください。以上、Amazon ス出サポーター、堀秀夫でした。